いえちゃよ、ライドネスオーデー今日もやっていくんですけど、今日はね、このデッキやっていきたいと思います。メガナイトロイフォグ、マジアチャーゴボリみたいなね、まあ、流行りのカードいっぱい入れたみたいなデッキなんですけど、とりあえず今、マジアチャーが、前の環境まではね、まあ、ちょっと使い方難しいけど、まあ、ちょっとうまく使えば強いよみたいな感じだったんですけど、今はもうただ出してるだけで強いみたいなね、そこまで行っちゃったんでね、まあ、マジアチャー、今のマジアチャーだったら結構誰にでも使いやすいカードなんじゃないかなと思います。あとはまあゴボリとかですね、まあ、ゴボリ持ってない人とかレベル低い人はここオーブンとかでもね、もともとオーブンロイフォグって結構あったんで、オーブンとかでもいいんじゃないかなって思いますね。うん。で、今までのロイフォグって結構なんだろう、まあ、ホバとか、まあ、コウモリとかそういうなんかちょいちょいね、細かい系のね、まあ、ギャングとかね、細かい系のカードがいっぱい入ってたんですけど、このメガナイトロイフォグは、なんかその重いカードっていうか、まあ、メガナイトもそうなんですけど、まあ、メガゴとかね、コウモリじゃなくてメガゴみたいな。とか、まあ、ゴボリ、まあ、エレキとかね。まあ、そういう結構なんだろう、まあ、ペラペラのカードがそんなにない感じですね。まあ、平均コストも4って、だから若干高めなんですけど。まあまあまあ、でも、メガナイト今ちょっと来ていて、結構増えてるんでね。そのメガナイトと、まあ、あとロイフォグとか、まあ、そこら辺でね、イチャイチャしておけばね、いいんじゃないかなと思います。ということで、ガラチャでいきたいと思います。今結構ね、やっぱ環境が、なんだろう、いろんなデッキがね、生まれてきてて、で、今、ちょっとエレキと、マジアチャっていう組み合わせが多いんですよね。そう。今一番流行ってるペッカもそうなんですけど、なんかエレキとマジアチャとかね、遠距離2枚入ってるやつが結構多くて、そう、だから結構、これまあベビダラとかにも、メガゴで、コウモリだったら無理だけど、メガゴで対応して、こうベビダラとかに対して2枚あるんだよね、カードが。それがアチアチですね。はい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 。いや、これさ、いやいや、消すまでにしない。まあ最初なんでね、ちょっとシャシャらずにいきたいと思います。何が来るんかなぁ。あー、バルキリーか。でもこれは踏めばいいんじゃないかな。誰かくしゃみしとんなぁ。いいよ、いいよ。いいね。オッケー。で、こうやって両サイドをカウンターで攻めてあげるって感じですね。で、ああいうプリンスとかね、ちょっと鬱陶しいんでね、ゴボリを出すか、エリカを出すかなんですけど、本当はユーノを出したいんですけどね、ユーノが回っていないので、はい。よいしょ。で、オッケー。やばい、一体当たってない。これさ、ちょっとでかいんだよね。そっちにタゲ行くと、暗いんだよな。オッケーオッケー。ここはまあ、エリカでもよかったな。うえ、あ、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。あ、気持ちいい、気持ちいい。これで、ネクロしかね、今のところないはずなんで。ネクロだったら結構マジアチャぶち抜きゲーミングができるんで、はい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 、バルカーですね、バルカー回ってた。まあまあまあ、いいですよと。これね、コウモリだったらね、マジ鬼大ダメージ食らってるんですけど、メガゴこれいい、硬い、硬すぎる。いいえ、いいね。でとりあえずまあこんな感じでね、もう勝ち確なんで、おしゃれにね、ロイフグセパしてね、こう1-3でセパするっていうおしゃれ技を使って、とりあえず2本折っていこうかな。 OK で、はい、ゴボリを出し、はいはい、いいよいいよ、まあ、メガニート出し、おっと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 、いいよ、よいしょ、はい、ありがとうございます。で、これゴムが、ゴムに、ね、寄るんで、まあ、この辺はもうこういう感じで、真横に置いてあげて。はいはいはい。では、とりあえず、メガゴを出し、打ち抜いてもらい、よいしょ。よいしょ。よいしょ。OK?OK?、OK? OK? ドンと。いう感じで、ロイフグをね、出してあげて、イエ !OK! いいよ。カゴムラが来る。いいね、オッケー。ってな感じでね。いいですね。やっぱりその施設があるのと遠距離が2枚あるって、やっぱ保険がいっぱいある感じがするので、ね、まあ保険っていうのは、そう、つまりなんだろう。まあ遠距離の、カードが5トップで秒で飛ばされたりだとか、
まあ、エレキとかね、特に結構止めるのに、なんだろう、大事なカードなんですけど、それが飛ばされた時も、ゴボリとかね、メガナイトがあるんで、結構簡単に止まるみたいなね。あちあちですね。はい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 。で、あと、ラバーとか相手にも、雪玉プラス、あとバルーンとかね、雪玉プラス、対空3つプラス、施設があるんで、結構熱いっすね、やっぱり。うわー、めんどい。プリンスがだるいっすね、ちょっと。やっぱ、言うのがない時のプリンスがね、鬼ねんどい。あ、これ、もうこれ、あ、これでいいや。うっちゅ、オーケー。オーケーオーケー。まあ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 、こんな感じでね。とりあえず、これに何を出していこう。ちょ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 。これで一直線ゲーミング。あー、エイムが。オーケー。だから大きい感なさそうなんだよな。オッケーオッケー。あ、これ、これメガナイトで踏んづければ、マジアチャと、うれオッケー。マジアチャとメガナイトがいるんで、これね、結構相手防衛しにくいと思うんですよ。頭に、なんか繰り読みの、おーい、いげつい。まあ、ごぼりと、ワンチャンスケバレコウモリとかつけてくる可能性あるんで、こういう時は、結構カウンター受ける場合は、メガゴとかエレキを低めに出すのがいいんですよね。これめっちゃ低め。こことかじゃなくて、低め。で、まあ、エレキとかこうやって出してあげて、様子を見て、こうやってやってあげるのが大事ですね。あと、これ今ザップとか打ってきたんで、ちょっとある程度許容してあげる。そうですね。なんで許容すんのっていうとこなんですけど、やっぱりこういうエリ有利を取ってから、カウンターですね。ロイホグマジャーチャで。はい。で、こうやってやるともうメガナイトもいないんで、相手はね、これもう死亡ですね。で、結構キングも多分半回ぐらいまでいけると思いますね。メガナイトがいないとやっぱマジアチャが止まらねえんで、頭に、メガナイト回っておった。回っておった。えぐえぐ。まあ、ここは、相手が俺がね、今ちょっと攻めすぎちゃったんで、でも、1600までいってるんでね。で、ごぼうりをね、寄せてあげます。そうするとこっちから来たガゴメルとかもね、若干寄りやすい。で、はい。エレカーしてあげて、はい、いいよ。いや、強い。強い。ゴボリが強い。はい。いいですね。よいしょ。プキッと踏んであげ、エレキをつけてあげ、これ何か来た時用のね、マジアーチャーもね、つけてあげます。はい。熱い。熱い展開。熱い。はい。もうおらせませんよと。おらせませんよ。どうせ大きい呪文ないんでね。彼ら。よいしょ。いえ。で、あとは、ロイフグ出してあげて、エレカーで当ててあげれば。えい。オッケー。まあ、そんな感じですね。結構、熱いデッキ内になっていて、なんか、めっちゃ楽に勝てるな。なんか多分ね、何が来ても、その対応するカードが絶対にあるから、結構バランスがいい、そうなんだろう。ラットとかも言ってたんですけど、そのペッカラムぐらい、前世紀のペッカラムぐらいのデッキの完成度でですね、デッキの完成度が高いから、基本的に誰でも使えるようなね、デッキになってますね。おそらく。ってことはペッカかな。これペッカ超えたら、メガナイトでペッカ超えちゃったら本物なんでね、さすがに。おー違う。なんかラムジーンかな。おー、ファイボ？おっと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 。よくない。こっち、雪段まで。よいしょ。あー、向こう行っちゃった。なんだよー。これ食らいすぎなんだよな、マジで。はい、とりあえずゴボリですね。はい、よいしょ。よいしょ。はい。もう、しばきゲーミングしてあげてから、ロイフですね。よいしょ。いえ！あ、これ13でもよかったな、正直。いい。いけ、もう一発。あー、たらん。全然たらん。オッケー。もう許してやろう。こんちゃんなんか雪とか来ないかな、大丈夫かな。オッケー。こういうのですね。そう。で、今なんでこっちじゃないのっていう思う人いると思うんですけど、基本的には食らってない方か、自分がダメージ上げて、なんか与えているサイドに、ケツとか言うのとか、メガゴしたいんですよね。そしたら、そっちにこうやってアイゴレとかを展開してきて、あ、めっちゃ入った。そう、なんだろう。
相手のユニットを引き出して、こっちサイドになるんですよ。そんなの、戦場がっていうか、こっちサイドが、相手がね、攻めなきゃいけないサイドになるんで、おすすめですね、これは。で、あと、こういうのも、本当はエレキとかでちゃんと受けなきゃいけないけど、雪玉でこうやって許容できる。で、はい。で、相手がね、なんだろう、こういうロイフグとか溜まったら、施設をこうやって先に置いてあげる。そうすると、相手は、マジアチャを切った後に、そう、ロイフグで攻めるしかなくなるんですよね。いいえ！オッケー、いいよ。で、こうやって、エレキをね、後ろにつけてあげる。イメージですね。はい。ありがとうございます。で、ファイブがあるんでね、これ出せないですね。一回待ち。で、ファイブをこうやって切らしてから、マジアチャをね、低めに展開してあげる。こうすると、マジアチャに相手手が届かないんでね、結構ね、うざい、あちあちな展開になります。で、これも、はい、手が届きませんね、と。で、これで、マジアチャが生きてるうちに、ロイフを投げる。そうすると、困る相手が。よいしょ。でーん。よいしょ。よいしょ。いいね。今回ファイブ使ってないんで、これ打ってくれるでしょうっていう感じなんですけど、いえ。よいしょ。いいですね。これは、端まで行きます。もう施設回ってメガゴも出してるんで、ぶち抜いていきます。はい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 。イエーイ！メガナイト最強。いいよ。これ、ミスター雪玉！じゃあいいや、こっちに行っちゃおう。やばいやばいやばい。ミスター。雪玉とメガゴ間違えた。よいしょ。いいよ。はい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 。こう、ファイブ食らわないんでね。食らいたくないんで。まあ言うて、エレキはファイブ打たれてもいい。けど、マジアチは打たれたくないっていうね。そういうのがあるんで。はい。ウッド使ったなぁ、あいつ。とりあえずゴボリですね。はいはい。あ、なるほど。それは賢い。おい、ちょ、待て。お前待て。お前は待て。おしよし、オッケー。おしよし、オッケー。さすがにこれ間に合う。オッケー！ありがとう、ジージー、サンクス。ありがとう、行ってきましょう。サンクスね。ということでですね、今日はこの辺でね、終わっちゃまったんですけど。ぜひね、使ってみてください。これね、マジで強いです、このデッキ。まあ、最後ね、ちょっとね、2倍タイムまでが、まず、カードが豊富なんでめちゃくちゃ強いです。なんですけど、2倍入ってから、相手の受けが多くなった時に、そのね、やっぱり、ファイブが回るのが早かった。1回レキに打たしても、2周目のファイブがね、マジアチャに間に合っちゃったりとか、あとは、なんだろう、イモられると、今みたいに、そのファイブをずっと持たれている状態だと、ロイフが通らないんで、そう、最後の500とかが若干遠い。だから今みたいに攻めさせて、それをギリ守ってカウンターでぶち転がすみたいなね。まあ、そんな感じでしかね、できないんで、ね。まあ、ぜひ、使ってみてください。ということで、今日は終わります。今ね、夏休み期間ということでね、結構毎日2本やってるんですけどね、そろそろプロリーグ始まっちゃうんでね、まあ、毎日1本にね、もしかしたらなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、毎日投稿ね、したいと思ってるんでね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日は終わります。お疲れ様でした。バイバイ。